ソシオニクスも面白いですね。そうやって考えると、はい、で第3の機能は、はい、規範の機能ですと、うんうん、でこの IEI は、うん、規範の機能が SI、うん、内向感覚です、うん、くつろぎとか楽しみをもたらしてくれる娯楽活動や、うん、必要性を他人に強調されるのを嫌がります、うん、なぜなら内心は全く逆のことを求めているからですと、うん、つまり彼らが求めているものとは行動力と決断力なのです、うん、自分の体が何を言ってるか耳を傾けるための時間を費やすよりも、うん、むしろ外部からはっきりと要求されることで不安と躊躇という自分の感覚に打ち勝つ必要があります。なんかあれですね、この MBTI でいう INFJ とソシオニクスが捉える INFJ もまたなんか感覚が違いそうですよね。多分違いますよ。全然違いますね。全然違います。この、まあ、僕だとあの ISFP じゃないですか、はい、で ISFP に対応するソシオのタイプの説明を見ると、はい、全然ピンとこないんですよ。ああ、あのなんか今読んでると、うん、これなんか体調いるじゃんってずっと感じながら、うんうんうん、いやこの規範の機能、うんうん、僕がここで動かそうとしても、うん、全く動かせないんですね、はい、いや僕がやりたいことをやるんですみたいな、うんうんうん、で、うん、その行動力ってすごいじゃないですか、うんはい、やるって思ったやるって思った時の、うんうん、面白いですね、はいはい、で、はい、IEI の4番目が、うん、脆弱な機能が外向思考ですと、はいTE ですね、うんうん、脆弱な TE は自分の心情や主張や行動を外部の情報に基礎づけることへの懐疑や嫌悪感として現れますと、うんうん、例えば IEI は自分の意見や見方を自分の個人的な洞察に基礎づけるでしょうし、うん、洞察に反する受け売りのセカンドハンド、そのまま読みますね、うん、受け売りのセカンドハンド、事実的な情報に対してはやはり懐疑的になるでしょうと、うん、読んだことを何でも鵜呑みにするなよ、うんうん、がこの人たちに典型的な例証で、この例証は特に百科事典や参考書のようなさもなければ中立的で信頼に足るように思われる情報に対して向けられますと、うん、他にもこの脆弱な TE は効率や生産性、そしてなされた主張の事実的な正確性についての問題点を処理したがらないという形でも現れます、うん、主張はインプットによってなされていますが、そのインプットは他の機能から来るものであって、当面の問題にあまり適してなさそうな外的事実を吟味するところからも来るものではないのですと。脆弱な TE を持つこれらのタイプは外部の情報の中から適した情報を見極める能力にめっぽう自信がありません、うん、とあって、うん、よくなんか二等兵が、はい、本に書いてあるんですよ、うんうん、で二等兵はやるんですね、はい、体調それに対して、うん、なんて言うんでしょう、この受け売りのセカンドハンドの情報に対しては、セカンドハンドってどういうことですかね。いや僕がよくやる、うんうん、これって受け売りのセカンドハンドだと思ってるんですね。こうやって書いてあったんですよって、はいはい、まあ本当にそうですかはよく言いますよ ね。で僕それをよく本に書いてあるって言うじゃないですか、うん、で僕の中では本に書いてあるってことは、うん、これって何て言うんだろう、うん、ある程度正確なもんですよ。本にしてありますもん。でもこう反対のものも本ってあるじゃないですか。あるんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。なんかいい言葉、言葉さとかでも、はい、いい言葉けどその全く逆のいい言葉もあるじゃないですか、はい、ある、あの前なんかなんて言うんだろう、うん、天使に前髪しかないみたいな、あ、はいはい、すぐつかめみたいなこと言うじゃないですか、うん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 、でもなんか寝て待てもあるじゃないですか。そうなんですよ。両方あるじゃないですか。両方あるんですよ。急がば回れって言ったり、そう、はい、いろいろあるじゃないですか。あるんですよ、うん、っていうのでやっぱりなんかこの IEI の中に、うん、なんか体調が見えるんですね。よくこのやった時に、うん、MBTI ではこのタイプとされていますっていうので、うんうん、あの INFJ であって、うんうん、よくなんか
INFJ じゃないからこの II じゃない、うんうん、みたいな人がいるかもしれないんですけども、多分そうではないない、うん、っていうことが言いたいのと、それは総計だよと、うんうんうん、なんでじっくり見てみてもいいんじゃないとは思ってます。僕も MBTI の INFJ はピンとこないですもんね、はい、そうですよね。でも今これを読んでみるとこれはわかるんですよ、なんとなくいらっしゃいますね。そう、はい、というところで、はい、5番目暗示された機能 ES、うん、なんでこれは、4番目と同様に色が一番薄いところです、うん、はいはいはい、はい、で MBTI でいうところの劣等機能が、うん、ソシオニクスでいうところの5番目とされています、うんうん、暗示された機能ですね、はい、外交感覚、外交感覚、うん、この IEI にとっての暗示される機能外交感覚は惰性によって特徴をつけられますと、うん、自分でやり方を決めるときには比較的外界との関わりが少ない方の策を選ぶかもしれませんと。そして外界と関わるときには自分の活動は空っぽで果たされないまま終わると感じることがあります。この人たちにとって人生とは刺激的な日々なのです。しかしこの人たちは本当の刺激とは自然発生的なものであり、退屈、怠惰、無感動の中で刺激が発生するのを待つしかないと考えています。興味を開拓することはあまり上手ではないので、新しいことをする代わりに過去の経験を再現し続けようとするかもしれません。そのサイクルを壊すため自発性と行動力を触発するような外部の刺激が必要となります。このような自発性を人生に導入すれば、退屈と無意味さは新しいことを経験して自分の考えから逃れるような活動の普遍的な状態として感じられるようになります、うん、彼らは加えてとても優柔不断です。特に自分の未来に関わることについて重要な決断をする能力に欠けているのかもしれません。広範で長期的な見方ができるので自分の人生の外側で成し遂げたことについてはわかるのですが、それを達成するための短期的な計画を立てて実行に移すことは非常に困難だと気づきます。行動できるようにするためにはしっかりと地に足がついていて、その状況で何がなされるべきかという像をクリアに描ける人から目に見える明確な刺激をもらう必要がありますと。なんか書いてありました。まあ、分かるようで分からないようでっていうところをで、まあ、自発的に人生の、まあ、外部に刺激を求めることが必要となりますよっていうのを、はい、まあ、外部に刺激を求めてるところはあるかなとは思います。そうですね、うん、特にまあここは暗示された機能で一番色が薄いところなので、うんうんうん、先ほどの TE と同様に、うん、なんかその自分の感じてないところで、うんうん、なんかそうしてるのかもしれないですね、うんうん、で6番目動員する機能が TI、うん、なんで内向の思考、はい、でこの MBTI でいうところの、第3機能がこの6番目、うん、動員する機能、うん、なんで MBTI でいうと3番目に出すところですね、うんうん、シンキング内向の思考、うん、IEI にとっての動員する機能内向思考はですね、うん、信念と理解を明確に体系立てようとし、新たな概念を抱いたり、新たな概念や思考体系が紹介される哲学議論に参加することを楽しみます、うん、この人たちは自分の行動にある背後にある論理がはっきりとは自覚できていません、うん、だから哲学的議論の中である程度の理性的能力を身につけるべく外界の助けを求めるのです。どちらかといえば目的達成の手段として、また自分の最大の目的へと至るための補助線として構造を必要とします、うんうん、よくなんか隊長がそのエニアグラムを一番初めにやった時って、うん、タイプ5だと思ったみたいな、タイプ5だと思った、タイプ5だと思ったというか、あの自己診断が、はいはい、タイプ5って出て、はい、まあ、この診断をした師匠たちも9か5かなみたいな、はい、なるほどなるほどっていうところはあって、はい、だからこの分かってないところを分かろうとするみたいなところは結構あるかなっていう、自分自身にも、はい、まあ、その背景までは
理論がはっきりと自覚できてませんみたいな、はい、だからそれを分かろうとして哲学的なところとか考えたりみたいな、そうですよね、うん、なんか MBTI もずっとなんかその組み合わせをやってたんですよね、うんうん、っていうのを、はい、まあ、外からこう外からというか、まあ、得ようとしてるみたいなところですよね、はい、こう達成するために、そうですね、でまたそれが補助線になったりっていう、うんうん、目的達成の手段として、はい、っていうのはなんか結構しっくりくる、そうですね、うん、で7番目が無視された機能、うん、EN、うん、外交直感ですね、さまざまな知識や経験の領域同士が外的外的、うんうん、外的に結びつくということは理解しているが、うん、特別な意味を持っていて、物事の神秘的秘匿的な本質を理解するのに役立つような隠されたつながりの方に焦点を当てることを好みます、うん、このタイプは与えられた物事や状況に備わっているポテンシャルをたやすく把握することができるのですが、そのような評価に陥るというか、そのような評価をするのは自制していて、発言の根っこにある見えない過程を理解することに向かいたがりますと、うん、なるほど、無意識的にそういうことを見ているっていうことですね、決めたがらない、うん、僕決めたがる人、はい、決めたがらない人って僕は思ってるんですけど、うんうん、体調のことを、うん、なんかねこの辺かなってちょっと今思ってるんですけどね、はい、それが無視してるで自分でも何とも何て言うんだろう、よくそれを P ですよって言うじゃないですか、うん、P の部分が言ってますって、うん、隠されてるんじゃないのって、これでも P の部分、あ、まあ、MBTI では P の部 分, の部分、はいはい、あっちは S ですもん僕、あ、そうですね、はい、でもこれでは無視された、うん、けど色は2番目に濃いんですね、そのような評価を至るのは自制している、あ、発言の根っこにある見えない部分の過程に、はい、理解過程を理解することに向かいたがる、向かいたがってるんですよ、うん、その表面的なことよりもこの根っこの部分が知りたいみたいな、はい、知りたい知りたいって、うんうん、っていうのが無視されたところ、いや多分無意識的にやってるんですかねそういうの、まあ、その辺のこの無視された機能っていうのがどういう意味なのかがまだいまいち、まあ、じゃあこれから理解できてないので、はい、この自覚はあります、そうですよね、うん、で、8番目がソシオニクスでいう1番目の主導する機能と同じように色濃いものとしてあるのが、はい、証明する機能の FI、うん、内向の感情、はい、このタイプははっきりと表現されなかったとしても2人の関係性の中に生じている相互作用をすぐに理解できます、うん、しかし集団の中でいろんな人々と広く交流することに比べれば2人の関係性がどうとかいう話は重要ではないし、うん、面白くもないともしがちですと、うんうん、さらに人間関係は性的なものより状況に応じて変化する動的なものであると感じています、うん、というものですね、この IEI というのをやってみましたが、うん、だから自分って僕の中には結構あ体調いるやんって思いながら、これ、うん、難しいのは、はい、他にもいるんですよ、よそにもよその家にもお邪魔しているなるほど、この動画で出たのはこれだったけど、はい、その前に多分ツイッターとかでこれって出したのは調停者 SEI、はい、SEI で出てて、はい、多分そっちの説明もなんかしっくりきたりはするなるほどっていうところがあって、では、うん、来週のこの時間は、はい、うん、あ、じゃあちなみにすいません、はい、IEI がどんな人かを、うん、お話しさせてもらってもいいですか、はい、IEI とは詩人とあって、はい、天真爛漫、うん、ムードメーカー、うん、前向きポジティブというタイプですと、はい、MBTI のタイプでいうところの INFJ と対応する、うん、まあ、いろいろ諸説あると、はい、していて、うん、直感倫理内向型の人、うん、詩人ですと、はい、基本的な性格としては、うん、天真爛漫ムードメーカー前向きポジティブ、新しく面白いことが好きで、うん、愛嬌やユーモアによって人に強い印象を残すことができますと、うん、ロマンチストで空想家、好奇心旺盛、
つまり新しいこと、珍しいこと、面白いことに無関心ではいられない、うん、予期してなかった突飛である行動や言動が印象的で洗練されたユーモアがありますと。どうしたら人を快適な気分にさせられるか、うん、どうしたら機嫌を良くさせるかを分かっています。でまたどんな状況でもなんとかなるを信じ、うん、希望を失いませんと、うん、現状に甘んじることなく人の協力を巧みに引き出しながらより良い未来を描きますと、はい、まあ、そんな明るい IEI ですがちょっとだけだらしないところがあって、うん、嫌な予感から目を背けたがち、うん、家の家事やお金の管理を続けられずに、うん、ちょっと困ってしまったり、うん、悪い習慣を断ち切れずに、うん、トラブルになったりする傾向もあります、うん、なんて書かれていますね、はい、なんかエニアグラムのちょっとタイプ9に近いような雰囲気もありながら、うん、まあ、そう積極的になんか物事をベラベラ喋る人ではないんですが、うんうんうん、まあ、確かに半分いる感じはしますね。いる気はするんですよ、はい、うん、でまあ、これしかなかったら、はい、で他のタイプが全然僕と全然違ったら、はい、これだってなると思うんですけど、はい、なんか他にもいるから悩むみたいな。なるほど。じゃあ、あとはどっちのそのパーセンテージが強いか、まあね、みたいな感じですかね、うん、それをなんか順々にやっていければなとは思います、はい、